はい、えっ、ー、と、名増で、えっ、ー、と、このビデオはですね。えっ、ー、と、国際交流基金の、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、国際交流基金、えー、ニューデリー日本文化センターの。えー、行動中心アプローチの、えっ、ー、と、第三週のコースになりますね。はい、えー。上の右の方に書いてありますけど。えっ、ー、と、このコースでは、えっ、ー、と、あ、このスライドはですね。えー、ビットリースラッシュ、え、H. S. M. A. R. C.。 えこういうあのリンクでえ見ることができますので、それからこのスライドからたくさんリンクも貼っています、そのためにもこのビットリースラッシュ 3HSMARC、右の上に書いてありますね、これをあのこのスライドを開きながら見ていただければと思います。第3週はですね評価についてえお話をしてみたいと思いますね。はい 今週あの、えーと、話したいことはここに書いてある7つのことですね。はいえー、とまず最初は今日の目標です。はいえー、と今日の目標は、日本語を使った特定の、つまり1つの行動の評価ができるということですね。はいえー、とこれ、行動中心アプローチですから、えー、知識ではありません。行動ですね。はい。 行動の評価ができるでしかも今週はその評価です、はい。評価ができるっていうことですね。はい、で,でね、まだ授業の方法について話してないですよね。でどうしてその教え方の前に評価なのかえ。評価っていうのは要するにテストとかそういうものですね。はいえー、教える前にテストの方法を考える必要があります。でよくある順番は、 今ね右の方に書いてありますけど、こっちですねあのまず最初に授業の目標を決めて、えー、それから授業をしてで、授業をした後でその評価の方法を考える、えー。こういうパターンがとても多いですね。はいでもねこれはあまり良くないです。どうしてかというと、例えばこの会話のクラスなのにね、はい、会話のクラスの評価、えー、評価なのに、その えと授業であのその会話に出てきた、えー、単語とか漢字,あの漢字とかねそれを、えー、紙のテストで評価するというようなことがよくあったりします。これはどうしてかっていうとあの最初にねじゃあ,、えーとまあ村上先生会話,のあの会話の授業お願いしますって言われたりしますよね。で会話のの授業をお願いしますってて言われてその 評価の方法を考える前に授業をしてしまうとその会話の授業なのに、えー、会話文を読むだけの授業になっちゃったりとかねそういうことがとてもたくさんあるんです、はい、なのでまず授業会話の授業ということが決まったらまずは評価をするつまり会話の評価をしなきゃいけないんですよねそうまず会話ちゃんと会話ができるかどうかの評価をするっていうことを決めて えーあのー、その評価に合格するための、えー、授業をするということです。これ右側の方に書いてありますけど、これをバックワードデザインっていうんですね、はい。右側のバックワードデザインの1番に書いてあります。まず目標を決めるんですね。はい、で、その次に授業について考える前に、その、えー、目標を達成したかどうかの 評価方法を考えるこれが2番ですね、はいえー、そしてそのその後でその,そのテストに合格させるために教える、えー、こういう順番で、えーあのーうん、授業の準備を、あのー、考えた方がいいですね。はい、まず目標を決めたら何を教えるかを、えー、決める前に何をテストするか。 それを決めるっていうことこです何をどうテストするかそれを決めるその目標が目標に達したかどうか目標を達成したかどうかをテストする方法を決めるじゃあそのテストに合格するためには何を教えたらいいか、えー、こういうことを考えるというこういうあのそういう順番になりますこれがバックワードデザインですねはい、はい、じゃあまず1本目のビデオはここまでになります